ポリポジションは HFDP with BMAX レーシングカーナンバー1木村伊織、福岡モビリティ巡業の320カーナンバー37小高和人、HFDP リス・トダレーシングカーナンバー2太田格之進、レッドシグナル点灯、みんなスタート。さあ、福岡の進化いい蹴り足。さあ、ちょっと木村選手が本性を落としていく。さあ、そしてセアロイのマシンと太田の進化サイドバイサイドになっている。さあ、本性を奪っていただくから、そして2番手の隣はセアロイが前に行った。熾烈になっていますが、菅根もいい、そして木村のスリップに入る。ここら進入はどうだ。さあ、ここは太田のマシンが2番手をキープする。そして木村もいいから、木村はそしてなんと菅根のマシンがちょっとオーバーなんだ。その後ろにゾイカのマシンがいて、河合、そして古谷のオーダーが待っています。さあ、平木村をオーバーテンプしたビッグコーナーです。そして今50番の菅根にピットレーンに戻ってきます。ただスリップには30番ブロン選手のマシンが入っていきます。さあ、一瞬の90コーナーマスタークラスの突破争いですが、今田選手はちょっとオーバーランダー。ロレンファのマシンですね、カーナンバー35番です。さあ、そして水しぶきの影から、さあ、ここで舞台のマシン、これ4番手に上がってきた。17周目の90コーナーで、しかし1番木田より再び4番手を奪還する。さあ、その4番手争いですが、今度は1コーナー、2位から入っていくカーナンバー35番の古谷、今度は1、2コーナーでここで4番手以上。さあ、しかし早田で当たりそうな感じになっている。選手もなんですが、後ろの古谷もちょっと抑えないといけませんね。さあ、古谷入ってきた。ファイナルラップ。さあ、3番手争い、トムシリアのマシンがあります。マシンが暴れる古谷、130R 先に入っているのはどっちだ。さあ、古谷が黙っていく。さあ、トムシのサイドバイサイドに攻防。しかし、S シリアは平だ。しかし、古谷がインから入っていく。なんと2台が当たってしまった。トムシなんということだ。そして木村のマシンが接近、スルスルっと木村、トップのマシン、ビクトリーコーナーです。カーナンバー37番の小田克人、シーズン7勝目、今戻ってきます。チャンピオンシップをグッドバイエンジン、現在これで7勝目、トップキッカーです。さあ、そしてマスターではカーナンバー37番のマシンが結果的に後半のビクトリーコーナーになってまいりまして、今全体では6番手、ドラゴン選手も久しぶりの総合ポイントゲットということになりました。ポールポジションは HFDP with トラレーシングカーナンバー2太田格之進、クオモビリティ巡業との320カーナンバー38平響、両側は DMAX レーシング320カーナンバー50菅波東吾、ラウンド14決勝今スタート。さあ、菅波がちょっと崩れてしまった。相原平良敦が大川の場所に側を打っていく。さあ、そして本州男性のコーナー1コーナー入っていったのは平良の場所がインから行った。3コーナーはどうだ。アウトから木村のマシンが2番手を
番でポジションダウン、さらに34番の中も狙っている。そしてカーナンバー50番の菅根も狙っています。そして37番の花マシンは6番で3コーナーちょっと狙っている花マシンだ。インカのどんどんと浮かれてしまった球はポジションをどうポジションダウン。ああ、そして左のリアタイヤがバーストしています。ちょっとっ、ね、あ、そして太田ピットインだ。なんとホールスターガラナ2番太田ピットに戻ってきます。フロントウィングをどうやら交換するようです。ちょっとこれは木村選手が上回った感じですね。3コーナー進入です。あー、当たってますね。先頭はカーナンバー38番の平、そして2番手にはカーナンバー35の花マシンですが、さあ2周目の90分コーナーでこれでマスタートップ争い、カーナンバー4今田のマシンがトップに浮上です。同じカラーリングのマシン、ヘルメットはガンドタのドライバーです。カラーバーソンガーチ、カラーのマシンであればエルメットも持ってまいりまして、今シーズンの第3位のラインエルメットの1勝目ガッツポーズ。そして最新のオリンピカセールのマシンになってコースのランチュー、そしてちなみに初表彰台。もう第2位のチームはバグを打ち切りまして今戻ってきます。これで今のところの今シーズンの8勝目カーナンバー38、平井選手、どうぞ皆さん、大きな拍手を彼に送ってください。皆さん、どうぞ大きな拍手、声援を送りください。ボールポジションは、クオ・モビリティ事業との320、カーナンバー37、穂高和人、HFDP ・ウィズ・トバレーシング、カーナンバー2、太田格之進、HFDP ウィズ BMAX レーシングカーナンバー1位木村伊織、全日本スーパーフォレライツ今シーズンのラウンド15今スタート。さあ太田がちょっと空転してしまった。後ろからはフルタイムのマシンが狙っている。木村2番手だ。さあそろそろポジションを奪っていったら、この間2番手には木村のマシンだ。3番関西ですがフルタイム前にですね、太田は4番手のポジションダウンです。3コーナー4コーナーを立ち上がっていきまして、さあ並んでいったのは1番の木村、コーナーサイドバイサイドの攻防。ああいいですね、1番の木村のマシンがここで決戦となる前に行く。完全に1番の木村のマシンが前に行きます。さあ映像は今3番関西になるんですけれども、いやー太田としてはちょっとスタートでポーションを落としてしまったところがちょっと誤算となりましたね。今だインからなる、しかしまだサイドバイサイドに攻防だ。 S 字今度はどういうもんか。いやーマスター同士の熱いバトルはまだ展開されている、まだ展開されている、まだ意地を張っている。さあ V 字コーナーまで4番の今田のマシンが前に行った。さあ先手に入っています3番トヨコですが、さあここはまた抜いていった。いやーやられたら一回します。3番トヨコこの辺りで、あれもそう知ってまだサイドバイサイドでいるぞ。ビクトリーコーナーもサイドバイサイドに行って当たってしまった。最悪のケース。しかし今日は3番フリップからきっちりと自分の走りでそのトップをもぎ取りまして、14周のレース14周のレース今戻ってきました。木村今シーズン3勝目。そしてポイントリーダー小原が進んだ2番手チェッカー、3番手のコーナーカーナンバー36古谷3位表彰台。さあそしてビクトリーコーナーカーナンバー4番の今田智弘、再スタートを切った後全体から1周遅れ、そして全体9番手でチェッカーフラッグ。
ガッツポーズを見せています。優勝ドライバーカナダ1番の木村優一選手、おめでとうございます。一度大きな拍手をお送りください。2022年マサガスチャンピオンは JMS レーシングズ BMAX 今田信弘選手、おめでとうございます。どうぞ真ん中にお越しください。おめでとうございます。おかげさまで2年連続チャンピオンを取らさせていただきました。あのドラゴン選手とは実力的にほぼ2回打ったところにいるので、あの一戦とも楽に勝たせてもらったっていう試合はありません。今日も、まあ、残念ながら最後接触しちゃいましたけども、ずっと、まあ、激しいバトルをしたという形になってます。スーパーフォーミュラライツで乗ってて、ジェントルマンで、走るのも最速のマシンです。で乗っててこれほど楽しいマシンというのはなくて、ただもう走る喜びをいつも噛みしめながら走ってるって、そんな感じですね。もう本当に皆さんのたくさんの方々のおかげで、シリーズチャンピオンとさせてもらいました。どうもありがとうございます。おめでとうございました。